ひろあかちゃん言われたらどうする？私はちょっと帰国待ってて。帰国？海外に行ってるっていう妄想彼氏するんだ。嘘つくの？で、なんかもし言われたら、あ、大谷翔平なんですけどね。そういうふうにちょっと笑わす。なるほど、妄想話をしちゃってね。はい、今ちょっと彼氏ってるんですよ、二刀流で。海外で今ちょっと忙しくて、知ってます大谷翔平って言うんだけどっていう。何言ってんだよって言って。ちょっとでもさ、痛い子だって思われる可能性もある。だからその方がいいかなっていう。いや、やっぱでもおちゃらけるって大事なんだね。そうだと思う。真剣に返すってことのなんかリスクってでかい、ね、意味がないよね。意味がない、意味がない、うん、おちゃらけても一回のおちゃらけで、いやそうじゃなくてって来てももう一回おちゃらけ返しね、おちゃらけ返し二段構えだね。だからその大谷翔平で一回ボケて、うん、いやいやそんなんじゃなくてさって言ったら、うん、じゃあそっちを褒めて気持ちよくして帰らせるっていう。そう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 、もうだって素敵な人みんな結婚してるんだもん。ほら山ちゃんも結婚してるじゃないですかって。あ、まあ、まあね、まあね、うん、そっか、いい人出会ったらいいね。ねえ、うん、本当に。あ、なんかな、ごめんねじゃん邪魔しちゃってっていう。そう、それで帰っていきます ね、 ね、皆さん、うん、ちなみに他の皆さんどんな感じか答え、こうです。